のみやびチャンネル始まりました。本日はですね、染井温泉さくら様にお邪魔させていただいております。こちらはですね、巣鴨にありまして、最寄り駅は巣鴨なんですけれども、駒込駅からもですね来れるということなので、とてもアクセスがいいんですが、巣鴨駅から無料送迎バスが出ておりまして、そちらに乗ってくるのがいいんじゃないかなって思ったりしております。はい、で本日はですね、こちら私一人で紹介していくわけではなくですね、特別にゲストが来てくれております。どうぞはい、自己紹介お願いしますこんにちは、はい、原美希恵です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。原美希恵さん来てくれました、はい、ガチの親友です。そうなんです。同い年で血液型も一緒で、あの原さんが主演のドラマでの方でですね、はい、私も共演して、そっからもう講師ともに本当もう、うん、かなり一緒にずっと10年いる変わらず、悩みもお互い喋り尽くしたりとか、だからなんか今ちょっとこの感じが不思議。あ、そうだね、不思議っていうかちょっと恥ずかしい。恥ずかしいよね、うん、なんか出れちゃうそう、なんでミキエが来てくれてるかと言いますと、なんとミキエさんサウナーなんですよ。そうなんです。私たちね、サウナーとして結構最近はサウナを主軸にいろいろプライベートも遊んでたりして、でこちらの施設もね、我々すごい本当大好きで来させてもらっておりまして、一緒に施設を巡って、サウナ女子たちがねこういう風にして楽しんでるんだよみたいな動画にしていけたらなと思います。それではですね、施設様の魅力、サウナの魅力をね、本日もたっぷりお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では行きます。はい、まずはですね、はい、いつも我々がやってる、はい、サウナルーティン的なものをやっちゃいましょうか、はい、じゃあまずは体を清めます。やっぱりね、サウナ入る前、お風呂入る前、汗を流すのがポイントなので、髪もね、全部洗ってね。そうそう、本来はね、あの全部洗っていきましょうでも大事なマナーです、皆さんね。そうなんだよね。なんだよね。サウナが大好きですけれども、染井温泉さくらさんね、温泉が浴室内にあるんですよ。あと外にもあるんですけども、なんか肌の方がちょっとぬるめの設定で、副交感神経があの上がるようにリラックスするようなちょっと温度設定となっている温泉です。ほんと長くいられる温度だね。気持ちいい。ここのお風呂のあれとしては塩気が高いらしくって、それによって保湿効果と高温効果が得られるみたいなあの温泉だっていうのを聞きましたよ。だから女性にとって美人の湯みたいに言われてるらしくって、良きみたいな。こちらの施設のいいところとしては、入浴管理を決まってる中で時間が無制限で入れるっていうのが、なかなかそういう出てたのもないのでね、ミキエさん。女性にしかないタチジェット風呂っていうのがあるみたいなんで入ってみましょうか。おお、深い。水深120cmだって。あ、すごい。あ、気持ちいい。気持ちいいね。あ、でもやっぱ温度ちょうどいいかも。なんかさ、あのサウナが暑いじゃん。サウナ暑いよね。ちょうどいい。ちょうどいいんだ。なんか、高すぎず高
ろいろ巡ろうかね。はい、こちらのお風呂はどう？ちょっとやっぱり室内のお風呂よりは暑めの設定だね、はい、41.2度。やっぱりこう外気の風に当たりながらお風呂に入れる。はーい、この富美温泉さくらさんは2K なんなん一番好きなぐらいじゃん。水風呂どうも。水風呂は本当に、まあ、ここだけの話ここだけの話ここだけの話するんだ。ここだけの話本当に好きなぜかというとまず本当温度がちょうどよくて、ここは18度設定なのかな、大体冷たすぎると、うん、本当に心臓ドキドキってそうなんだよね。でもなんか医学的にというか、まあ、サウナの入り方的に心拍数が上がってちょっと落ち着いた頃に出るっていうのがなんか整いやすいっぽいんだよね。でも冷たすぎるとその心拍数が収まる前にもう冷たくて間に出るってなるから、そうだね、ここの水風呂の温度は私にはちょうどがよくて、サウナビギナーの方も多分ソメ温泉さくらさんの水風呂はちょうどいいって、本当に冷たいって出ちゃったら整いまでのその境地になかなか達せないことがあるんだけど、ここは本当にね温度の羽衣をそうなの、もうテロップ出てるそれをまとうと、まあ水風呂って冷たい、うん、入ります水風呂、うん、そうすると冷たい冷たいけど、あれ同化してきてる体の体温と水風呂の温度、それで同化してるから暖かく感じるんだよね、うん、それを羽衣をまとってるかのような、うん、まあ、まとってるんです実際、うん、そういう感覚が味わって、それでまだまだ痛いかなどうですか、うん、で私でこうパッと出てね休憩の場所に行くと整いが訪れる、うん、ちょっと結構暑いから暑くなってきたね、うん、一回それこそ水風呂挟みたいぐらいだけど、なんかあとねこうシルキーバスみたいなのもいいみたいです。このシルキーバスもういつも人気で人気よねなかなか入れないの。あーどうどうどう、いいよいいよいい、うん、私も行こっか。あーなんかやっぱりなんか女性が嬉しいね、こういうさ入学系の温泉ってさ、うん、女の子好きだよ、好き、あー最高ですね、最高です。さっき男性浴室とかの差を聞いてきたんですけれども、男性の方がすごく開放的に見える内装になってるみたいですね。女性はこう一個一個仕切りがあって、なんかプライベート感も味わえる感じ、本当なんか個室温泉みたいな感覚も味わえるみたいなのがこちらの特徴みたいですね、うん、なるほど。はい、でここでまずうちらね入る前、サウナのビート板かサウナタオル、お尻に行くマットがあって、好みでどっちを選んでもいいらしいんですけどね。どっちにする？私は、あっち派ね。オッケー。今日はあっちを使わせてもらいます。スタジアムサウナ、はい、オープン。お、もう熱い温度が高いよ、これは高い？なんかサウナマット、オレンジのもいいけどね、うん、すごい綺麗だね、うん、見てくださいって知ってるんだけれども、はい、我々が大好きなこのスタジアムサウナ、ドン、だってこれ下と上が温度全然違うでしょ。そうだってね、そうそう、下の方はねちょっと朝一なんで70度、まあ、60度とか、うんうん、60度後半ぐらいかなって言ってましたが、上はね今ね87度ぐらいですかね。あのもっとあるように感じる、感じるね。今日ねこの幸せのサウナの妖精さんトントゥーくんがここにいてくれてます。やっほー。オートロウリュがありまして、1時間に1回湿度でこの部屋が満たされるってこともあって体感温度が高く感じる。なるほどね。一番下から行けば気持ちいいですし、でもサウナ上級者の方はもう上に上に行けば、うん、原さんはどこがお好み？私はね上が好きなんだよな、一気に汗かきたいのあ、いいじゃないはい、特別にやっていただきます、はい、たまにおアロマのロウリュイベントの方が、うわーいい、あのアロマ、今日はゼラニウムロゼって言いまして、ゼラニウムとロゼの配合したブレンドアロマになってます。わあめっちゃアロマ、バラの香りですね。わあすごい香り、美肌にもいいって言われてまして、保湿能力や自律神経整えるにすごいって言われてます。すごい、いやこれはやっぱロウリュのタイミングも狙ってくるべきですね。うん、ミッキーさん、はい、あなた今一番上にいるんじゃないですか？熱い普段のさサウナのこう入ってる時の座り方とかあるの？普段はねやっぱり足も温まりたいから、はい、こう上に足を上げるか、うん、あぐらかいちゃうかな。あ、
目つぶりながら、その後手とか膝の上に乗せて、こんな感じが入ってる。わあ、いいね。はい、暑いです。さあ、気持ちいい。ね、気持ちいいね。何分ぐらいいるの、ミキエは。私はでも分数は決めてないけど、施設によるもんね。大体10分いるかいないかかな。ああ、追い込んでますね。でも最近水風呂が好きだから、もう結構すぐ水風呂行っちゃうかも。ああ。前は極限まで我慢してたんだけど、暑、はいはい、いのね、なんかその我慢が最近できなくってまあ、あと良さも知っちゃってるから、なんか何セットもしようすればいいかみたいな感覚にもなるんだよね。私たちかなりセット数こなすもん。量必ず少なくてもするよね。する。味わい尽くすよね。気持ちいいね。はい、それではソメイヨン泉さくらさんでのメッパのコーナー行きます。もうプライベートでもね、未経にメッパをね、練習台になってもらってるんですけど。そうなんです。じゃあちょっと本日のね、ジェアジェアもサウナさんでのメッパ行きます。わー、すごいね。もうこの緊張感があるね。スタジアムな感じでね、ダイナミックに。ダイナミック行きます。もう渾身の3発行くね。皆様にはちょっと一発、本心の一発、はい、メッパー出よう。行きますよ、行きます、水風呂行きます。じゃあ、ちょっと顔も汗を通して、うん、はい、いくらでも入ってられるぐらい本当になんですけど、これは喉乾きました。喉乾いた。水はね、いっぱい飲んでたんですけど、ちょっと注文ね、してみたんですよね、うん、サウナドリンク、はい、はい、まず私はじゃーん、こちら何ですか、これは。オロポです。オロポ、なんかしかもね、今日は普通のオロポとは違う、まあ、サウナ後のね、飲み物なんだけど、オロナミンシートポカリセットね、うん、これはね、今ミキが持ってるのは、うん、ロイヤルオロポ初めて。ね、低カロリー低糖質で、あのオロナミンシーのロイヤルポリスっていうのを使用したオロポ。あ、嬉しい。身近なになれちゃうの。そうよ。女子はね、やっぱりこうカロリーもね、控えたいですから。ロイヤルオロポいいですね、うん、ワンランク上のオロポがさくらさんに見えます。嬉しい。じゃん。私はね、なんかミチョっていうね、美しい酢と書いてミチョって、なんか最近聞いたことあるなと思ってたんだけど、こちらでね、飲めるみたいで、味が4種類あって、パイナップル、マスカット、カラマンシーっていうのは柑橘系のシークワーサーになります。これ、ザクロ。美味しそう。ザクロはね、これをヨーグルト割りとか炭酸割り、これ多分ね、炭酸割りなんだけど、すごい美味しいっておすすめされたので、ちょっと飲んでみようと思います。じゃあ、アクリル板越しに乾杯。熱い。あー、おいしい。おいしい。やっぱもう、サウナ後はどうよ、キンキンに冷えた。あ、確かにジョッキ冷えてる。おろっぽ、最高。甘すぎない。あ、そうなんだ、うん、ちょっとね、甘いなっていうね、時もあるけどね。そうだよね、なんかでもね、本当にすっきりしてる。あ、本当に、うん、飲みやすい、飲みやすい。
私はね、これ酸っぱい、やっぱ酢だから。ただやっぱザクロ、うん、しかもね、女性にとってザクロは最高の。あ、そうなんだ。飲み物だからね。女女子はいいんじゃないですか、これ。みちょ、あー、美味しい。ヨーグルト割りとかも気になる。あー、最高でしたね。試し頼みました。試しタイム。何にしたんですか？スーラータンメンとキムチチャーハンにしました。あら、はい、みやみは何頼みましたか？はい、はい、私、試し大体天ぷらそば本当にいつも天ぷらそばしか食べないよね。うん、うん、おいしい。本当ご飯美味しいよね。本当においしい。はあ、はい、はい、整いましたか？整いました。最高でした。ほんと気持ちよかった、ね、お腹もパンパンです、うん、もう大満足大満足ね。こんなゆっくりしていいのかなっていうぐらいゆっくりしちゃいました、うん、ね。これね、あの外観なんだけど、すごい本当旅に来てるみたいな。本当だね。水の音、うん、日本庭園の流れる水の音とか聞こえていい感じなんですけど、出ていただいてありがとうございました。とんでもないです。本当に嬉しい。なんかこれからね、もっとなんか仕事していきたいね。サウナのとかね。そうだね、うん、サウナを女子がね、もっと増えるように、うん、なんか活動行きましょうよ、うん、サウナ。お、一緒にやろう。イベントとかできたらいいね。イベントとかしたい。イベントとか ねみんな来てくれますか？お願いします。なんか本当にそういう活動もしていきたいと思いますし、ミキエは何が、はい、あのインスタがある、うん、今インスタをちょうど去年の10月末ぐらいからインスタを始めて、公式アカウントを持ってるので、よかったら皆さん登録してください。じゃあ概要欄にリンクも貼っておきますので、皆さん、ありがとうございます。今後もね、原美希恵さんをいろいろとチェックして、私たちもサウナ女子として、はい、行っていくので、一緒に楽しくサウナライフを過ごしていきましょう。はい、それでは、さよなら。メッパのコーナーでした。